約80万年前のヘイズブラの位置を示す地図、ヘイズブラ遺跡の平面図と、発掘、調査された地層及び足跡の見つかった、面の断面図ヘイズブラのエリア A の写真、北向きに足跡を見たところ、南向きに足跡を見たところ、ヘイズブラ足跡は、2013年5月に、イギリスのヘイズブラで発見された、約80万年前の古代人類の足跡である。人類の足跡としては、 アフリカ以外で見つかった最古のものである。大英博物館研究チームは、英国東部のオフォークのヘイズブラで、古代の河口の泥に残された複数の大人と子供の足跡を発見した。周辺では、石器や、現在は絶滅したマンモスウマ・ハタネズミなどの骨の化石も発見された。この場所は、地質学的に氷河堆積物の真下にあたっていた。 分析結果によると足跡は約80万年前と推定され、少なくとも男性と女性と子供3人のような体で構成され、大きさが大人と年少者の足のサイズの範囲。足跡を残した古代人は身長が約90センチから170センチ、ほとんど現代人と同じである。80万年前の古代人の足跡、英国で発見研究。 ありがとうございます。